今日はですね、二の字岳タイムトライアルしようと思います。でこの山は標高 1400m ちょっとあって、標高差が 1100m ぐらいですね。で距離が 5.5 キロぐらいなんで、だいたい 20% ぐらいの平均の勾配になります。でここはですね、新潟でも結構タイムトライアルが盛んな場所なんで、挑んでみようかなと思います。ちなみにここの強度は粟ヶ岳とほぼ同じか、粟ヶ岳はちょっと緩いぐらいだと思いますね。距離が 5.5 キロで標高差が1100、200ぐらいですんで、ちなみにようやく、靴買いました。サロモンの、久しぶりにサロモン買いましたね。ウルトラグライドっていう、シューズですね。いつもゴアなんですけど、今回は、ヒゴア買いましたね。とても軽くていいですね。1合目ですね。0.86 キロ、時間が8分、標高が427メーターですね。累積標高は130メーター。ちなみに今日の目標は1時間10分台ですね。結構このストラバのセグメントは強者揃いなんで、なんとかそこに食い込めるといいなと思います。一番は階段が続きますね。階段急登一段落、これですね。3合目です。距離が 1.78 キロ、23分、標高が 720m、 累積標高が 424 ですね。ここはものすごく整備されている登山道ですね。とても綺麗ですね。二の字は、結構なだらかになる、ところがありますね。休めるんですけど、休まないようにございます。すごい勾配の階段ですね。階段登りきたところで4合目ですね。2.5キロ、33分、標高が 879m、 累積標高は 580 ですね。累積標高でいうと半分くらい来ましたかね。階段が続きます。5合目ですね。 2.86キロ、39分、標高は 986m ですね。累積は 691m。 ちなみにこの靴ゴアじゃないんですけど、濡れなくていいですね。というのも脇の低い部分にコーティングしてあるんで水が入ってこないですし、上の方はメッシュなんで通気性もいいですね。ゴアじゃないとこういう作りなんですね。あとよくつま先ぶつけたりするんで、その辺をしっかり保護してありますね。軽くて、丈夫そうでいいですね。ちょっと新品のせいか
あの木のね、根っことかに滑りますね。コンタグリップなんで次第に削れてよく食いつってくれると思いますけど、階段は急ですね。1127m、 行きましょう。ああ涼しい。6合目ですね。 3.7km、 時間51分、標高は 1150m ですね。累積が 870m です。この辺1階などだったですね。山頂方面は雲の中ですね。すごい。7合目ですね。 4.4km、 58分、標高は 1233 ですね。面積は962、もうちょっとですね。終始階段ですね。真っ白ですね。真っ白です。すげえ、土のうと階段とすごい整備されてますね。雨量観測所、奥の院、もうちょっと。1時間11分ですね。12、3分で着けるかな。あ、見えました。避難小屋。1時間11分53秒。よし。じゃあ登りましょう。左は、おそらく登山の人いっぱいいるんでゆっくり行こうと思います。サロモンのウルトラグライドはしっかり食いついてくれますね。あ、ただ木の根っこはちょっと滑るかもしれないですね。
すごい階段だ。